やっぱりあのたまにね、まあ、お一人で来られる方がやっぱりほとんど多いんですけども、やっぱり、ご夫婦だったりだとか、うん、で一緒に来られる方もいらっしゃって、まあ、例えばご主人様がミルクをつけるときにね、奥さんが、まあ、いいじゃないとかってね、結構やっぱり他の人につけ、やっぱりつけられる方、ウィッグをつけられる方っていうのはやっぱりどこか不安だと思うんですよね、うん、で特に初めての方だったり、まあ、新しいものに変えた時っていうのはすごく不安があると思うんですけれども、やっぱり他の人にいいじゃないって一言言われると、やっぱそこから表情がすごく明るくなられるような気がします。